皆さんこんにちは、パズル王です。今回もご覧いただきありがとうございます。今回はこちらの、ピラミンクスですね、こちらを紹介、あとはまあ解き方を解説していこうと思います。でピラミンクスってこういうですね、まあルービックキューブから派生した、ルービックキューブはいわゆる立方体なのでこういう形のパズルです。でこれもいろんなメーカーからピラミンクスっていう、まあ、パズル出てるんですけど、こちらはじゃんと、花山さんから出てるカツノシリーズで発売されてるピラミンクスですね。でこちらに書いてありますが、正四面体回転パズルと、ですね、まあピラミンクスってその名の通りピラミッドの形だからピラミンクスって名前がついてるんだと思いますけど、正確に言うとピラミッドってそこが四角なので、四角錐なんですよね、図形の形で言うと。ただ実際ピラミンクスは全部三角の、正四面体ですね、その図形の形で言うと正四面体になってる、こういうルービックキューブみたいなタイプのパズルですね。でここの後ろに書いてあるんですが、このパズルはドイツのパズル発明家、ユー・メファートによって開発されましたと。一応ねここに普通のルービックキューブがありますけど、まあ、普通のルービックキューブはエルノー・ルービックさんが考案したのでルービックキューブという名前のついてる、こういうパズルなんですが、この他に、メファートさんがそのルービックキューブをいろいろ派生させて、いわゆる立方体じゃない形状のこういうパズルを結構多く開発されてるパズルデザイナーの方らしいです。なのでここにねメファートってロゴがありますけど、あとピラミンクスと、まあ、メファートさんで有名なのはこのメガミンクスってやつですね。これの正十二面体のね相当複雑なパズルなんですけど、まあ、こういうパズルを考案してる方です。で今回はですね、この花山さんから出ているピラミンクスを使ってこのピラミンクス自体の解き方を解説していこうと思います。まあ、とりあえず混ぜてみましょうか。こんな感じで混ざりますね。あの普通のルービックキューブと違ってこの斜めに回る感じが面白いですね。角度で言うと、60度ずつで回るのかな。でただルービックキューブに比べてルービックキューブってまあこうね90度ずつなので斜めに全部入ってるのでちょっとだけ持ちづらさはあります。まあ、それも慣れてしまえば大丈夫なんですけど、ルービックキューブの感覚で言うとちょっと持ちづらいって感じですね。さあまあ混ざりましたと。で、揃えていくんですけど、その前にパーツの形状、パーツが3種類で構成されてるので、まずこのね一番先端のパーツ、これが、頂点のパーツですね。頂点パーツというのかな、4箇所。そしてこの辺の真ん中のパーツですね、シールが2個入ってる、色が2色ついてるパーツがエッジパーツ。そしてですね、この頂点の下についてる、今ここ赤黄色緑のとこね、ここがセンターパーツというらしいですね。まあ、ちょっと分かりづらいんですけど、一応ここはね色が3色であんまり表に出てこないというか、この真ん中に入ってるこれがセンターパーツですね。まあその3つのパーツで構成されてると覚えておいてください。でまずピラミンクスを揃える第一段階、頂点を揃えます。でこれ頂点揃えるのは実はめっちゃ簡単で、この頂点ってまあ今ね混ざってますけど、ただここが回ってるだけなので、その揃えるっていうと色を揃えればこれで終わりです。なのでまず第一段階、この頂点を下のセンターのパーツと色を揃えていくと。はい、なので実際やるときはここね回さなくてもいいんですけど、こういう風になります。これが第一段階ですね。今頂点のパーツを下のセンターのパーツと揃えたら、次第二段階はですね、このエッジパーツは今色関係ないので、まあどの色でもいいので、ですねどこか一面にこの
今頂点とセンターがこういう風にね、ひし形で同じ色がこういう風に出てますので、どこか一面にこの色を揃える、例えば黄色黄色黄色とか赤赤赤とか、そういう風にですね、どこか一面にこのひし形の同じ色を揃えてきます。で、例えばじゃあ黄色をね、どこか一面に揃えようとします。あ、例えばここに黄色黄色が入っている、なのでここのね、ひし形に黄色を入れたいと。で、黄色を探してここにあるので、これはまあ、こういう風に回せばこの黄色が一面で揃います。で、今エッジパーツのこの色は関係ないので、ここが仮に黄色じゃなくてもいいですね。で、なんか三菱っぽくなるのかな、こことこことここの角の色を全部一面で同じ色揃えます。で、今黄色揃ったんですけど、例えばちょっとだけ変則というかね、例えばどうしようかな、回してよいしょ、ちょっとピラミンクス特有というかね、あって、あ、例えばここが今黄色と黄色で、もう一個ね、ここに黄色を入れたいという時に、じゃあこの角のところの黄色はどこにあるかというと、ここにあるんですね。で、実はですね、ここが2個黄色で、ここに黄色入れたいっていう時に、この辺にあるとピラミンクスの構造上、この黄色ってこうにしか回らないので、この位置だとここに黄色持ってくるの無理なんですね。例えばこれこうやって持ってきちゃうとこっちがずれちゃうので、なのでですね、ちょっとこの斜めに回るっていう構造上、必ずしもここに黄色が入れたくても入らない場合があるので、まあその同じ色をね、一面で揃えたい場合、どの面で揃えるかっていうのはちょっとこの考えないといけない部分があります。なので、例えばここでも揃いづらいので、こういう場合、ここ黄色で、こことここに黄色があると、こういう風に上げると、こことこことここ、この角ですね、角が3つ同じ色に揃います。なので第2段階は、まあ、こういう風にね、他のとこも今揃ってますけど、この角の色をどこか一面で揃えると、これ第2段階ですね。第2段階でこの角の色一面に揃えたら、次はこのエッジパーツも揃えて、いわゆるルービックキューブでいう完全一面っていうのを揃えます。完全一面ってどういうのかっていうと、下が一面揃っていて、この下のこの横のね、このラインも全部同じ色になってると。で、さっきこことこことここは黄色で揃えましたけど、このエッジパーツは色は関係なくしてあるので、例えば今ここが黄色になってますけど、ここが青なので、本当はここが黄色と緑になんなきゃいけないので、これは間違ってはまってるということですね。なので今からやることは、例えばここが黄色でここが緑だったら、黄色緑をエッジパーツを探してきてここに入れます。あ、で、ですね、第2段階でこの角の色を揃えると、自動的にこの横の色もこういう風に揃えるので、揃えられるので、まあ、ここに入れたい色は非常に分かりやすくなりますね。例えばここだと黄色赤を入れなきゃいけないし、ここは黄色青を入れなきゃいけないと。なので次にエッジパーツ、こことこことここ、3箇所を入れると下の完全一面が揃います。で、ここからですね、今ここに黄色黄色黄色があるので、このさっき揃ったものを下にして進めていきます。で、次にやることは、このエッジパーツで黄色が入っているパーツを探すわけですね。この下が黄色なので。で、その黄色が入っているエッジパーツがどこにあるかなんですけど、この揃っている黄色を下にした時に、この上の三角形のところのここのところにね、今黄色がありますけど、
ここにあるか、もしくはこれみたいに下に間違って入っちゃってるかのどこかの位置にあるわけですが、まずはこの上にある黄色の入ってるパーツを先に入れていきます。でもし今の段階でこの黄色のね入ってるパーツがこの上の三角になくて、まあ、全部下に正しくはまってればいいんですけど、下に間違ってはまっちゃってる場合があるので、もしこの上に黄色がない場合は一回上に出さなきゃいけないので、まあ、一回上に出す方法も後で解説をします。ひとまずですね、まあ、この上に黄色がある場合これを入れる方法を解説していきます。でここからはですね、手順を使うんですけど、まず手順だけ解説をしますね。手順そんなに難しくはないので、まずこの揃ってる黄色を下にして、どこかのこう平面をこっち側に向けて、角と角をこうやって親指で持って、他の指で後ろ側を押さえます。まあ、こういう風に回したいわけですね。下が黄色でこういう持ち方、そして今から回すのが手順なので全部一通りで覚えてください。まず右からスタートします。右を下げて、左を下げて、右を上げて、左を上げる、これが一手順ですね。右を下げて、左を下げて、右を上げて、左を上げると。でこれ何回か繰り返してもこの黄色の位置は崩れないので、右左右左と、これで一手順で、今右からスタートしたのでこれを左からスタートするパターンもあります。で左からスタートする場合はさっきと全然逆になるだけなので、左下に下げて、右を下に下げて、左を上げて、右を上げると。で今のどっちかの手順を使ってこのエッジパーツを正しく入れていきます。で今ちょっとね位置がずれちゃいましたけど、黄色の入っているエッジパーツ、この上のどっかにある場合それを先に入れていきます。じゃあこれにしましょうかね。これ黄色と緑、黄色と緑がまずどこに入るかですね。ここが黄色でここが緑なので、つまりこの黄色と緑のパーツはここに正しくはまるとここが揃うということですね。横一列が。でまずこの黄色の部分を正面に持って、この黄色と緑のパーツを例えばね、ここかここかどっちかなんですけど、スタート位置はですね、この黄色が見えてる方ですね、これを正面にします。で緑はこっち側にあると。でこの位置でスタート位置にして、これをここにはめたいという時にどうするかというと、あ、今ねこっちに黄色が見えてますけど、ここは今関係ないエッジパーツなんで、ここですね、緑黄色緑で、ここに黄色緑がはまると。でスタート位置をこの黄色を正面にして、でエッジパーツ、正しいエッジパーツがこっち左側にある時はさっきの手順を左からスタートしていきます。左右左右と、一手順動かすとなんと自動的にここのエッジパーツが揃うという感じですね。まあもう一回やってみましょう。よいしょ。でこれね、黄色と青、黄色と青はここですね、青と黄色があるのでここに黄色青がはまります。でその場合青を正面にして、この黄色を正面にします。青がこっちで、この場合もさっきと同じように左からスタートですね。左下げて、右下げて、左を上げて、右を上げると。そうすると勝手にエッジパーツがはまりますという風にね、入れていってもらえばいいかなと。でもう一個ですね、はめれば下の完全一面が揃うので、この上に黄色があれば黄色赤ですね、
これをここが赤なので黄色赤のパーツがここにはまるわけです。でこの場合は赤を正面にして黄色を正面にすると今度はさっきと違って右側に出ますので、手順を右からスタートで始めるということですね。なので、こう持って今度は右からですね、右左右左ってやると勝手にエッジパーツが揃って下が完全一面に揃います。こことこことここ、そして下も全部同じ色という風になりますね。まあこんな感じで、なので今の手順ね、あとスタート位置だけ覚えておいてもらえば勝手にこういう風になります。でただですね、よいしょ、こうかな、お、さっきの手順だとこの黄色のついてるエッジパーツがこの上にある時が、まあ、使えるんですけど、例えばこの上になくて下に全部間違ってはまっちゃってるとか、まあもうすでにね正しくはまってるのはそのままでいいんですけど、下に間違ってはまっちゃっててこっちにない場合はこの間違ってはまってるパーツを一回上に出さないといけません。なのでここ、例えばね、今黄色緑が緑黄色になっててこれが逆になってるので、これも一回上に出してからもう一回入れないといけないんですけど、これを出す方法もさっきの手順を使えば勝手に上に上がります。で例えばここが間違ってるとすると、間違っているエッジパーツが入っているところを正面にしてさっきの手順で、下から上に出す場合は右からスタートでも左からスタートでもどっちでも構いませんので、まあ、とりあえずどっちかやりやすい方を一手順やります。で例えば右からね、右左右左と、こういう風にすると今ここにね黄色がついてるエッジパーツがこう上に出てきますので、今度はまた黄色を正面にしてさっきの手順を行えば勝手にここに入りますと。で今度は黄色がこちら側なので、右からスタートですね、右左右左という風にすると下が完全一面が揃います。なので今の手順のね、まあ、どちらかを使って下から上に上げるか上のものを入れるかして完全一面を目指してください。第3段階でこの完全一面が揃ったら、次はこのね、まあ、ここあと3箇所だけなのでここを色を揃えていくんですけど、次第4段階ですね。今ただ完全一面揃ってここわかります？ここ同じ色、ここ同じ色、ここ同じ色ってなるともう今のステップは飛ばせちゃうので一回ちょっと崩しますね。よいしょ、こうかな、よ、こんな感じかな。まず下の完全一面を揃えて、上がこんな感じで、あ、ここはすでに揃ってるので、まず次の第4段階でこういう風にね、この下の列とここの上の角の色を揃えておきます。こういう風に緑緑と、でこの時にこの残りの3つのエッジパーツがどういう色になっているかというのが重要なんですね。で第4段階、この残りのエッジパーツのこことここの色を揃えるっていうのが目的です。なので今こうやるとこことここの色が、まあ、こういう風にねずれてるわけなので、例えばここ緑緑とか、青青とかにしたいわけですね、この第4段階で。でそれをどうやるかですね、今バラバラなんですけど上から見るとわかるかな、今赤が赤ですね、で緑緑でここが青青と、こういう風にですね、あの平行というかね、こことここに同じ色があるパーツをエッジパーツを探します。今こことここがね対称になってるというか、こういうパーツを探して、
こういう風に持ちます。なので今こことここがエッジパーツ同じ色、こういう風に持つ。でここの位置にして今から回す手順を一通りやるとここの色が揃います。で今からやる手順ちょっとだけ長いので、まあ、それでも覚えられないほどではないので、まずエッジパーツこことここが同じ色の場合は右からいきますね。最初の4つは、第3段階でやった手順と同じです。まずこう右左右左で、ここまで来たら次に上をこう回して左を上げて上を戻して左も戻すと、こういう風にするとここがねこういう風に色が揃います。一応もう一回やりますね。よいしょ、一回戻してよいしょ、まずエッジパーツの色を確認します。こことここが同じ色じゃなかったらこういうふうにね、なんていうんですか、この中心線で対象になっている色を探します。この場合こことここが緑なので、この緑と緑がこういうふうな位置にしてこことここが同じ色で、さっきの手順を回すと、まず右を下げる、左を下げる、右を上げる、左を上げる、上をこっちに回して左を上げて上を戻して左も戻すと、こういう風にするとここのエッジパーツの全部色が揃って、次第5段階で全面揃いますね。なので今の第4段階も手順をぜひ覚えてやってみてください。さあ第4段階でもうねあと一歩なので、ここまで来たら次の手順第5段階で4面が揃います。まあ4面って言ってもここが揃ってるんであと3面かな。さあ今ねこういう風にもう少しで揃いそうな感じですね。でまず確認してもらいたいのはここの色が揃ってると、そしてこのエッジパーツこの隣り合っている色も揃ってると。ここまで来たら第5段階で進めます。で完全一面揃った後にですねいきなりこうなってる場合もあるので、その場合も第4段階さっきのは飛ばしてもらって、あとですね、さっき回しましたけどさっきの回し方で、まあ、たまにここが揃っちゃう場合もあるんでそれもそれで全然大丈夫です。で今第5段階でやる場合はここがこういう風に同じ色になってる場合の回し方ですね。で今の手順これからやる手順をやるとここも全部揃って色が綺麗に揃うと。で、ま、回し方をねいきましょう。でこの場合は別にスタートどこでも構いません。じゃこの辺からにしようかな。ではまず右を今度は上げます。こうね上げて上を回す。で右を下げて上をまたこっちに回す。で右を上げて上をこうで最後に右を戻すと、これで4面完成します。おお、ということですね。今のもねまあ一方通行なので覚えやすいかなと。もう一回やりますね。一応回し方だけ、まず右を上げて上を回す、右を下げて上をまた同じ方向に回す、で右を上げて上を回して右を下げると、まあ、これね最初の状態に戻りましたけどっていう感じですね。でただこのパターンになった時に今の回し方を一回やっても揃わない場合もあるので、
その場合は、もう一回同じやり方をすればまた揃います。これは多分ね、そのパターンになるかな。じゃあもう一回回しますね。右を上げて上を回す、右を戻して上を回す、右を上げて上を回して、こうで、今手順をやるとね、またこういう風になるので、まあ、これは間違いじゃなくて、もう一回さっきの手順をやれば揃いますと。なのでこのパターンになった時は、さっきの手順を1回もしくは2回やると揃います。じゃあもう一回、もう一回手順やると揃うはず。右を上げて上を回して、右を下げて上を回して、右を上げて上を回して右を下げると、おお、完成ですね。ということでですね、今のがまあピラミンクスを読め揃える手順のすべてですね。まあ何回か繰り返してやれば覚えられるかなと思います。一応もう一回最初から流しながらやってみましょうか。よいしょ。まあね、パーツのスタートの位置とかね、そういうのだけ覚えていただければ、本当にね、あの手順自体は覚えるのはそんなに難しくないかなと。まあ、じゃあ混ざりましたので、まずはね、第一段階、頂点を揃える。まあ、頂点揃えるのは簡単よと。そしてどこか一面色を揃えていくと。あ、で今ね、ここ黄色がもうすでに揃っているので、第三段階は完全一面を揃えていきます。なので。緑と黄色、このエッジをここに入れたいと。1,2,3,4 と入ります。で次赤黄色、ここに入れたいと。こっちかな、今度はこういう風にすると入ります。そして次青黄色ね、青黄色をここに入れます。1,2,3,4 と。これで完全一面完成。次に第4段階で、まず上をここの色を揃えておいて、あ、ここですね、赤と赤が対称の位置にあるので、この色をこういう風にして手順を回すと。ここだけちょっと長いので、右左右左、上を回して左を上げて上を戻して左を戻すと。そうするとここのエッジの色が揃うので、第5段階最後の手順を回します。右を上げて左、上かな、上を回して右下げて上を回して、右を上げて上を回して、こうこう。そうするとまだエッジが揃わないんで、この場合はさっきの手順をもう一回回すと揃います。右上げて左、あ、上ね、右下げて上、右を上げて上を回して右を下げると。はい、これでピラミンクス4名完成ですね。ぜひぜひこれを目指してください。ということで今回ピラミンクスの解き方の解説でした。まあ、ぜひね、手順を覚えて遊んでみてもらえばと思います。やっぱね、4面完成すると嬉しいですしね。まあ、そうでなくても、この斜めの動く感じは非常に面白いので、手に取って遊んでみてるだけでも非常にね、面白いパズルだと思います。で、今回はこのピラミンクスでピラミッド型のパズルということなんですけど、次回紹介するのも実はピラミッド型のパズルで、じゃんと、こんな感じですね。これですね、ピラミンクスのこのね、解説をご覧になったら、これ頂点パーツだけだからめっちゃ簡単なんじゃないのって思われるかもしれないですけど、実はこれね、こういう風にもあるんですよ。これね、見た感じとちょっと違う回転方法で、触ってみた感じ、このピラミンクスよりももしかしたら難しいんじゃないのっていうパズルですね。これね、非常に面白いので、次回はこれを紹介していきます。
さあ、ということで今回も最後までご覧いただきありがとうございます。ぜひぜひチャンネル登録とか高評価とかもよろしくお願いします。それではまた。